はいどうもこんにちは。今回は、ボーカロイドの鏡音凛ちゃんをリベンジしていくぜ。ちなみに前のはこんな感じね。ここからどう進化したのか楽しみだな。凛ちゃんは蓮くんとセットで出てきたのよね。見た目もそっくりでてっきり双子だと思ってたんだけど、公式から関係性は明かされてないんだよな。名字が同じなのはアーティスト名的なやつなのかもな。それなら納得がいくわね。凛ちゃんはとにかく元気な印象だよな。ニコニコ笑顔がよく似合うわよね。凛ちゃんの曲はめちゃめちゃいっぱいあるけど、ケーキドンはロストワンの合谷が特に好きって言ってたよな。ネルさんの曲の雰囲気とか全体的に好きなんだよねー。皆さんの好きな曲とかボカロ P さんもよかったら教えてほしいわ。ボカロは神曲しかないからな。そろそろメイクの話に入るわ。今はお目目を作ってるところね。今回はお目目の形がうまくいったよな。ってことで、黒目選手入場。今回の黒目は、公式の絵を参考にして、チュルチュルに仕上がるように頑張ったぜ。かなり透明感出たと思うからぜひ完成形も見てってほしいわ。イラストってやっぱ綺麗だよな。ね、二次創作は絵師さんの個性が出てていいし、公式絵はこれこそが原点みたいな良さあるわよね。公式からしか摂取できない栄養があるし、二次創作からしか得られない栄養もあるよな。今回のお目目はいろいろグラデーションを重ねて、チュルッと見えるように頑張ったわ。重ねると奥行きも増して良さげだよな。その分パーツもやっぱり使っちゃうけど、クオリティが上がるなら仕方ないわよね。多少の犠牲は仕方ないってやつだな。メイクするだけで犠牲出るの嫌ね。私だったらすっぴんでいるな。あんたまさかあのちょんちょんちょん三角のすっぴんでいる気？いやミートピアのすっぴんとんでもないのはわかるけど。ったくもう。ってことで前髪作りに入っていくわ。リンちゃんの前髪はこっちから見て右側に流してるんだよな。白いヘアピンがちょこっとついてるのが激かわよね。リボンとかヘッドホンも白で統一されてるのいいよな。ボカロのキャラって全体的に統一感すごくて素敵よね。みっちゃんとかルカネイとかも色合いまとまっててすごく可愛いよな。キャラを一から作る時の配色って絶対難しいと思うから、本当に制作者さんには尊敬しかないわ。ってことで全体のベースができたのでいよいよ仕上げに入っていくぜ。今回は比較的パーツ数に余裕があったので、細かめの影もつけてるわね。これがあるだけで印象がガラッと変わるよな。影と光のつけ方って実は未だによくわかってないのよね。なんとなくこうしたらいい感じっしょ。ぐらいのテンションでいつもやってるわ。どこから光が当たってるからとかは考えれば考えるほど、全くわかんなくなっちゃうんだよな。だから本当にほぼ手癖よね。そろそろ完成しそうだな。お披露目タイム。てことでリンちゃん、完成です。前回のと比べるとこんな感じだな。前のもまん丸してて可愛いけど、今回のはスラッとしてアニメっぽさが出たわよね。リボンもちゃんと左右対称になってていい感じだな。髪の作り方とかも全体的に上達した感あるわね。1年半でここまで変わるんだからすごいよな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。